みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。この動画では瀬戸内海に浮かぶ大三島の桃園坊という小さなお寺を取材した模様をお届けします。今は小さなお寺ですけれども、この中には大通智勝如来という古い作品ではここだけのとっても不思議な仏像がいらっしゃるんです。というのも、この桃園坊の歴史、そして立っている場所、いろんな信仰の形が影響していて、この大通智勝如来という謎めいた仏像が今に伝わっているんです。地域の方々が大事にし続けた結果、今もここに残っている大通智勝如来は一体どんな仏像なのか、住職にインタビューしてきました。その模様をお届けします。綺麗。江戸時代から法輪寺の発祥というか、法輪寺が桃園坊を管理することに。大通智勝如来っていう如来自体がまず作例がほとんどないです。日本でここだけとおっしゃってる方もいるぐらいだったんですけど、大通智勝如来としてあんまり聞いたことないんですけど、どういう如来の、お釈迦様ってやっぱ釈迦族の王子だったじゃないですか、あの当時のお父さん。それともこれが世界ではこっちだったの。はい、はい、はい、なるほど。だから大山国神社が天皇家のおじいさんみたいに、もっと頑張って本日として、なるほど。仏教の世界でもこの一番の祖師のお父さんである存在をこちらに。もともともうちょっと大きかったんですかね、桃園坊っていうのは。柄が、まあ、これ桃園坊はね、まあ、本堂さんは多分8ぐらい、8ぐらいでここにあったと思う。この仏さんはこの天寺寺の天寺だと、はい、あそこに天寺寺があって、そこの本堂さんだと、うん、明治の神社と共にで、まあ、皆さんが撮った時に、この神宮寺の中に全部いらっしゃるとかになって、神宮寺桃園坊2つあったってことですか。24号あったんですね。桃園何円千円みたいな。いや、100円ね。ジャリン。ジュークダジャレお好きですね。ちょっと真面目な、はい、真面目な住職ですよ。ここに来られるまでかなり長い道のりがあったんですね。リンさんを代表するのはインキス。インキス、うん、はい、うん、あちらはインキスの書籍ですか。真ん中2つが書いてあるんだ。裏にインキスの名が入ってるんですね。入ってるんだ。インキスだったから、はい、インキスの年代が変わってる、ね、インキス書いてるのがすごいすごいよね。腕の存在感というか、ポージングの良さが素敵だなと思いました。ゆったりとしながらもしっかり空間をつかむポーズをされているっていうのが素晴らしい。あとやっぱ印象が、まあ、普通大日のあるような試験印ってね、右手がこう上にある、これが角に逆さになってるっていうのは何か理由があるんですか。大日如来様ではないんですよね。時期によると仏様はどうなって、どうなって、どうなって、どうしてなさいとか言うのね、はい、それによると大日如来様はこうしても服の中に手を入れて印を結んでいらっしゃる。違いますね、出てますね、はい、だからじゃあ大日如来かというと、はい、頭が違う。頭がまずラフじゃない。手が違う。手が今逆、うん、大仏如来でもない、うん、いや大仏一緒に出す方でもない、うん、名前が仏さんというだけでは人造文化財国旗に指定できません。そういうことか。そういうことなんとか大学の先生も一緒に一緒に食べたらしい、うん、先生も名前が大仏は人造文化財国旗に指定できません。
ないということも実は断言できない。そっか、もし劇に乗っとると衣の中に家を住んでいるはずだから、この方はじゃあ本当は何由来なのかいまいちわかんない。あー、面白いですね。大丈夫、右上。そうですね、左上。上下高島になるのは、これも全然、はい、必要なんだ。そうですね。あのね、法華院島の、法華院島の別の花が、下向きでしたもんね。大山パーツに神社自体に、他に逆さになっている、その、お寺にまつわることでなく、なんか逆さにまつわるお話があったりするんですかね。はい。いろんな子は多いですね。なんせ歴史が古いですからね。大山住神社なんか、本初期、古籍に2人ぐらいの方の神様がいらぶっていらっしゃって、この花、失礼品の、失礼だからね、すごいよ。まず平安時代の後半、神宮寺が建立された。その次に釈迦如来、大通商如来が後醍醐天皇に導入されました。後醍醐天皇の時代に、ボラの銅鐸が重要文化財に指定されたの。一昨年、重要文化財指定、おめでとうございます。そんなの見かけて、そうだったんやね、ここね、ただいつかないボラマップやったんじゃないんですよ。本当ですよね。日々は言ってるんだ。日々だ。生まれた。そう、出してないの。セーフ。そうですか。で、次、室町時代になってからは、こちらの薬師如来が、はい、導入されまして、で、江戸時代になって、光輪寺の末寺となったんですね。っていうところで、今に至る。まあ、簡単に言うとそういった歴史なんですけど、あと銅鐸が重要文化財に指定されたのは、これは何か決め手があって、どこが評価されたんですかね。知らない文化財が決めた。知らないんかいって言っちゃいました。鎌倉時代のこういったものが、はい、残っているというのが奇跡だ。素晴らしいから、はい、文化財にしてしまうようなもあるし、はい、文化財もあるから、ちゃんとそれだから、文化庁が、はい、ね、事務局、ちゃんと復興してください。文化庁に行ったら何もなかった。お騒ぎだった。さらき、お堂も、お堂が数年前の台風でね、来たんです。でもちょっとね、もう壊してくれて、はい、壊してたら来たんです。壊してたら今度は、直せよ、食べてよ、ね、あの、わかりました。あ、偉い。食べてよって、そんなね、わかったわかったって言ってられるもんじゃないじゃないですか。まあ、なんかもない。なんかさんいないですもんね。今日もこの飯をか、手を気にしようか、手を先にしよう。先にしよう。だからそれ、台風で倒れるぐらい、江戸時代からそれだと思うんだけど。今までポツポツは僕が悪い。本当ですね。なおですね、消費税がかからないってことか、30年になるかな。消費税されて、手は取れるし、首は取れるし、あられちゃんの世界です。あられちゃんの世界。あられちゃんとガンダムの世界。ガンダムの世界ですよ、ポコンじゃないですよ。今日は本当、ひどかったんです。この下にね、何代か前の大三島町長が隠居してるところだから、この人が歴史のある修復したいと言って、うち訪ねてきたんだよ。この僕がはいはい言って、んで、京都にね、荒木慶雲さんという実家に、その本をもらったらいいんだよ。そして、それが、この人が車、届いて車から降りたときに、この不動産を見た荒木慶雲さんが、びっくりして、こんな踊るぐらい離婚されて、これは何のことかじゃないけど、ね、いくらほどお金になって荒れたんだなって、これはすごいびっくりして、これは大事なことになったので、このまま京都国立博物館と国宝省で飛んでいったんだけど、えらいほど考えてない。どこから来たんだ、こんなすごいものが、どこから来たんだ、だから愛媛の光輪寺さんから預かったと言ったら、国宝省の人も博物館の人も愛媛の光輪寺にはこのことないんですよ。調べてくださいね。ない。っていうか、こういえば、車で運んできたりとか、大飯の歴史の中の橋がない時代だとか、フェリーに乗って、2号線を走っていただいて、大飯の歴史の中に行ったら、
みんなだろうか。国宝の島だよ。知ってる？この国宝の島に。国宝の島っていうのか、うん、知らなかったです。大西門が自分たちが何だったか、そんな素晴らしいことがあったのかと言ってるのね。こういうふうに話しなさいね。国宝の島の人が、幕府たちが、慶応さんに指導して、慶応さんはその通りを言う。だから、近所の人ごとか。金ばっかり取って何もなくなんじゃないか。確かに。新しくなってないって。こんなのあるだろうって。それ今まだ。金ばっかり取って。それが技術だもん。そうなんや。何百もかかって。それでも、状況がね、はい、バカバカ。はい。うん。あとは。わからん人は、今でもいい。今でもいい。もうそれもそれで仕方ないんですね。わかります気持ちは。そうですね。なんか変化の中で拝んできてどうですか。ご住職のお気持ちもそうですけど、本当にこんな素晴らしいものがこの島にいらっしゃるということは皆さんに知っていただきたい。ぜひね、あの瀬戸内海来るよって方はお参りしてみてください。ナム。